一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、この素晴らしい秋晴れのもと、私たちをあなたは御目に留めてくださり、また御声をかけてくださって、私のもとに来なさいと招いてくださったことを心から感謝いたします。あなたの身元に命があり、力があり、恵みがあり、憐れみがあり、光があり、許しがあり、慈しみがあることを心から感謝いたします。誰でも重荷を負って苦労している者は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようと言われるあなたの招きに、子供のような心を持って素直にあなたの前に来るすべての人々を、あなたはその両手を持って受け入れ、あなたの恵みであふれさせてくださいますことを感謝いたします。御子さえ惜しまずお与えになる方が、どうして全てのものを与えないことがあろうかと、そのようなあなたの大きなご愛の中に包まれて、今朝も一人一人がこうして御前にあなたを礼拝賛美できることを心から感謝いたします。日々の歩みの中でふと弱くなったり、また暗い思いになったり、あるいは失望したり悲しんだり、いろいろなところを通りますけれども、それらを通してあなたは私たちを訓練し、私たちをあなたの恵みに近づけてくださいますから感謝をいたします。あなたはすべてのことを働かせて、それを益とし、私たちがますます他ではないただあなたにのみ信頼し、あなたにのみ見上げ、あなたを求めるものとなるようにと、すべてのことを働かせておられることを感謝いたします。今朝もどうか御言葉を通してあなたの真理が語られますように、また私たちがその真理を聖霊の助けによって理解できるように、どうか聖霊様力を与えてください。そしてあなたの真理が私たちの糧となり、心の中にあなたの命が宿るものとなりますように、待ち望みつつ感謝して、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この今の時代、技術がどんどん進んでいって、一昔前は考えることもできなかった、想像もできなかったようなことが、次々と、実現するようになっておりますけれども、今は世界のどこにいても地球の反対の方で行われている事業とか講義とかを聞くこともできるし、その気持ちさえあればですね、学ぶことができる、その自分のいるところで学ぶことのできるような時代に、なっているわけですね。先日も、私が少しずつ
旧約聖書がヘブライ語で書かれておりますから、神学校にいました時に、ギリシャ語の方をやっと勉強いたしまして、ヘブル語まで手が届かなくてですね、そのまま卒業したもんですから、いや、あとのヘブル語はもう独学でというような状況になったわけですが、まあ、少しずつヘブライ語を勉強してきているんですけれども、今はですね、イスラエルからヘブライ語の授業をコンピューターでですね、オンラインで、勉強することができる時代になっているわけですね。まあ授業料はどれぐらいか分かりませんけれども、それでイスラエルからわざわざ電話をかけてきてくれまして、私の方にですね、そしてそのちょっとこちら関心示したもんですから、するとヘブライ語を習いたい目的は何ですかと聞かれますから、牧師をしてますから旧約聖書を、ヘブライ語で読みたいというのが目的ですと言いますと、そうですか、じゃあ授業は、いつからしますか、来週からしますか、来週の月曜日いかがですか。でもそんなに急に言われてもですね、心の用意ができてませんから、いや、それでじゃあ授業料はどれぐらいですかというとですね、それはメールでまた送りますとかこう言われてですね、もう早速この授業の時間まで決めようという、この向こうの勢いにですね圧倒されて、もうちょっと考えさせてくださいって、はい、そういう時代なんですね。今は別にイスラエルまで行かなくても、イスラエルのエルサレムの先生がオンラインで顔を見ながら個人的な授業をしてくれる、そういう時代になってるわけですけど、驚くだけではなくて、最後にですね、その方がシャローンって言ってね、シャローン、それだけは知っておりましたから、シャローンって答えてですね、挨拶でですね、どんな場合でも挨拶できる言葉がシャローンですから、おはようもこんばんもはもうこんにちはもさよならも全部シャロームでいけるようですけれども、今は気持ちさえあればそこにいて勉強ができる、何でもできる時代になってきてる、本当に驚くべきことじゃないでしょうかね。そんな体験をこの間いたしましたけれど、今日の聖書の先ほど読んでいただいた箇所にシャロームという言葉が出てまいります。53章イザヤ書を読んでいただきましたが、その中の5節のところに出てくるのですけれども、5節の、後半のところにですね、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、平安をもたらし、この平安という言葉がシャロームであります。シャロームという言葉は聖書の中ではとても重要な言葉で、平和とか健やかさとか安らぎとかいった、そんな意味のこもった素晴らしい言葉であります。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしたと記されているこのイザヤ書53章から、今日はシャロームへの道、平安への道、それがどこにあるのか、そのことをご一緒に見ていきたいと考えております。このイザヤ書53章はイザヤ書の中にあるしもべの歌と言われるものの4番目、つまり最後に出てくる
しもべの歌でありますが、最初に出てきたのが42章の1節から4節で、すでに礼拝でご一緒に見たところであります。その42章の2節と3節にこうありました。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともないと言って、神のしもべの生き方、そして生きる目標がどこにあるのかということが述べられておりました。今日の53章はその神のしもべについての意味がさらに深められたものということができるかと思います。そして私たちイエス・キリストを信じている者は、このイザヤ書53章で言っているしもべというのがイエス・キリストのご生涯そのものを映し出している御言葉であるというふうに受け止めております。事実、新約聖書の中ではこのイザヤ書53章の御言葉がいろいろな形で引用されて、イエス・キリストのご生涯のその働きに当てはめられているということは皆様がお気づきのところであります。ここに出てきます彼というのが神のしもべでありますが、神のしもべとは一体どのような人であるのか、そのことを見てまいりたいと思います。まず3節を見てみましょう。53章の3節、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。神のしもべとは苦しみを知っている人。それは肉体的な苦しみだけではなく、精神的な苦しみ、心の痛み、本当に悲しみということを知っている人。人に蔑まれるということがどういうことか、人に癒しめられるということがどういうことか、人にのけ者にされるということがどういうことか、その痛み苦しみを知っている人だというのであります。言い換えれば、神のしもべとは、神様の御心であるならば苦しむことをも厭わない人、それが神様の御心であるならば苦しみや悲しみをも甘んじて受け入れていく人であるということができるかと思います。7節を見ますと、彼は痛めつけられたが、それを忍んで口を開かず、ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。神様のしもべとは苦しみをじっと耐えていく人、声を上げず耐え忍んでいく。神様の御心であるならば、あえて苦しみをも受け止め、それにじっと耐えていく人。実は神様はそういうしもべを通してこの世界にシャローム、平和をもたらそうとしておられる。そのことが53章で掲示されています。5節を見てみましょう。5節、しかし彼は
私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。神のしもべの生き方とは、他の人々に平安をもたらし癒しをもたらすと言っております。どうしてでしょうか。苦しみをも受け入れてじっと耐えて生きている人は、周りの人々の良心を揺さぶるからであります。神のしもべに接すると誰でも自分の心が照らし出されていきます。そして決断が迫られます。自分もあの人のように神様に従うべきかどうか、心で決断しなければ折れなくさせられるからであります。そして神様の御心に従う決断をしてついていく者は、心に平安シャロームを見出し、そして心が癒されるのであります。神様の御心の中で生きることが本当の平安をもたらす道であることを知らされるからであります。そういう神のしもべに接すると、自分という人間が自分の幸福と満足と自分の楽しみと自分の人生を中心に関心を持っていたんだということが見えてまいります。6節を見てみましょう。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。神のしもべに接すると自分の生き方がおのずと照らし出されてきます。そして自分は神の御心を第一に求めるのではなくて、よくよく考えると自分の願いをまず第一に求めており、自分がいかにすれば充実するか、いかにすれば自分が幸せになるか、いかにすれば自分が自己実現を遂げられるかという、そういう自分の姿が見せられるのであります。その時に悔い改めて神様の方に方向転換をしていく人は、シャローム、平安、癒しを体験するのであります。神のしもべという人はそのために他の人々に代わって苦しみを受けている人であります。けれどもただ苦しみを受けて耐え忍ぶだけというのではなくて、11節を見ますと、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足するとあります。神様の御心を第一に求めて生きる人生には本当の喜びがついてくるというのであります。御心の中に生きることはとてもつらいことがあります。しかし同時にそこにはいつも神様からの深い慰めと励ましとご愛が絶えず注がれ、他では得られない満足感、喜びを見出すのであります。神様のために自分の命と人生を注ぎ出して生きるならば、
そういう人は周りの多くの人々に平安をもたらし、癒しを与えるというのであります。このようなイザヤ書53章がどうしてイエス・キリストのご生涯とその働きを表現するときに引用されたかということは容易に理解できると思います。イエス・キリストは父なる神の御心をまず求め、それを第一にして生き、そして死なれました。あの十字架の上にご自分の命を注ぎ出されました。想像を絶するような精神的な肉体的な苦しみを味わわれました。それをじっと黙して耐え忍ばれました。あの地獄のような苦しみを耐えて十字架の上で死んでいかれました。イエス・キリストがしたことはことごとく失敗であったと人々は思いました。ところがどうでしょう、人々が失敗であった、なんという悲劇であったことかと思っていたあの十字架のキリストの死が、なんと世界の人々の救いと平安と癒しをもたらす神の御業であったとは誰が想像できたでしょうか。イエス・キリストを信じて神に立ち返り、心の平安、魂の癒し、全人的な癒しを体験する人が世界中に広がり、今もそれが広がり続けております。神のしもべの生き方は人々の良心を揺さぶります。私たちはこれで良いのかと迫られます。この世に生まれてきて、ただただ自分の幸福、家族の幸福だけを求めて、この人生を終わって良いのかと迫られます。私もまた神に従っていかなくても良いのかと迫られます。このような神のしもべの生き方をする人々は、周りの人々だけでなく、一つの国自体をも揺り動かすことがございます。イエス・キリストの神のしもべとしての生き方に深い感銘を受けたインドの独立の父マハトマ・ガンジーもその一人でありました。イエス・キリストと同じような生き方をしたいと彼は心に深く決めて、インドの国をイギリスの植民地支配から解放するために自分の命を注ぎ出していかれました。彼もまたイエス・キリストのようにじっと苦しみに耐えながら、互いに人々が和解をし、他の人々を搾取する生き方を捨てるようにと静かに訴えていきました。やがてそれがインドの国々の国の人々の心を揺さぶり、そして植民地支配をしていたイギリスという大きな国家そのものの良心を揺さぶって、ついにインドを独立へと導きました。神様の御心ならば、自分の命まで注ぎ出すという人は、時にはこのように一つの国家さえも揺り動かすということがガンジーによって証明されました。もう少し身近な例を挙げてみたいと思います。1864年、
幕末に外国で勉強したいという希望に燃えて、北海道の函館の港から保線で出港した一人の若者がおりました。それは群馬県の藩士の子として生まれた新島丈であります。彼はアメリカの進学校で学び、何とかして日本にもキリスト教主義の学校を作りたいと強く願うようになっていきました。1875年、新島丈は同志社英学校を設立しました。現在の同志社大学であります。キリスト教に理解のない時代のことでありますから、それがどんなに大変な仕事であったか想像できます。最初の年、学生はわずか8名でありましたけれども、次第に全国から学生が集まるようになり、新島丈の熱心な信仰と優しい人柄は学生たちからとても尊敬されました。ところがある時、学校のやり方に不満を抱いた一部の学生たちがストライキを起こして無断で学校を休み出したのであります。新島丈の説得でストライキは終わりましたが、学校としては校則に違反した者たちを罰しなければなりませんでした。当時、無断欠席者は退学させられることになっておりました。同志社英学校では毎朝講堂に集まって礼拝をしていましたが、ある朝礼拝が終わると、新島丈校長がステッキをつきながら壇に上がってこられました。そして彼は学生たちにこう言ったのであります。志を持ってこの学校に入った学生たちが途中で退学するのは残念なことです。ストライキは校長である私の責任です。私が罰を受けますと言って、新島丈はステッキを振り上げて自分の左手を思いっきり叩き始めたのであります。何度も叩き始めました。自分で自分を罰するとこう言ったのであります。あまりにも力いっぱい叩いたもので、そのステッキが音を立てて折れてしまいました。新島丈の左手は紫色に腫れ上がりました。黙って見ておられなくなった学生の一人が講談に駆け寄って、先生やめてくださいと泣きながら叫んだそうであります。新島校長の神のしもべとしての生き方がそこにいた学生たちの魂を揺さぶったのであります。そしてその学生たちもまた神様の御心を求めて生きることをそこで学んでいったのであります。神のしもべの生き方は人の魂を揺り動かしていきます。神の御心であるならば苦しみをも甘んじて受け止めていくという生き方は人々の良心を揺り動かします。そしてそこからシャローム、平安が創造されていきます。罪の悪循環を断ち切る道は神の御心を求めて生きる以外には方法がないようであります。そしてそのために神様は苦しみをも甘んじて受け止めて黙って立
耐え忍んでいく信仰の人を用いられるようであります。イエス・キリストを信じるときに人が生まれ変わるのはこのためであります。さらに身近な例を挙げたいと思います。あるとき一人の父親と息子が一緒に車に乗っておりました。その時息子が車の運転をしておりました。車の中の会話で息子が父親に対して何かの嘘をついていたということが分かってしまいました。息子としては大した嘘ではないと思っていたのですが、父親はかなりショックを受けました。しばらく黙っていた父親は息子に車を止めるようにと言いました。そして父親はドアを開けて外に出ました。息子が見ていると父親がそのまま歩き出したのであります。息子がお父さん車に乗ってといくら言っても父親は頑として乗りません。まだ家までは何キロもある道を父親はひたすら歩き始めたのであります。息子は車をゆっくりと走らせてお父さん車に乗ってよと言うのですが、父親は絶対に乗りません。よく見ると父親の目からは涙が落ちていました。歩きながらお父さんがつぶやくように言いました。お前をこんな風に育てたのはこのお父さんの責任だ。だからお父さんは罰を受けねばならないんだ。歩かせておいておくれと言ったというのです。息子は悲しそうに歩いていく父親の後ろ姿を見ながらずっと車をゆっくりと運転し、とうとう日が暮れてしまった頃やっと家にたどり着くまで父親は歩き通しました。その時息子はもう二度と嘘をつくまい、父親の心をこんなにも悲しませることを二度としまいと固く心の中で誓ったことは想像に難くありません。神のしもべの生き方は人の魂を揺り動かします。そして真の平安シャロームを生み出します。あの聖フランシスの平和のための祈りという素晴らしい祈りを思い起こすではありませんか。主よ、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えることによって受け、許すことによって許され、
自分を捨てて死ぬことによって永遠の命をいただくのですから、神のしもべ、これこそイエス・キリストの中に完全な形で見出される姿であります。イエス・キリストに信仰によってつながり、私たちもまた神の御心を何よりもまず求め、御心であれば苦しむことをも甘んじて耐え忍んで生きる、そのような生き方を選べるものにしていただこうではありませんか。一言お祈りをいたします。天の父よ、私たちはともすれば神のしもべとは反対の道を歩んでしまいます。そして平安を失います。どうか聖霊によって主イエス・キリストの御姿を私たちの中にいつも映し出してください。そして私たちもまた主のしもべとして本当の平安を作り出すしもべとなることができますように成長させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。